こんにちは、こんばんは、ヨッシーです。今日も COD モバイルやっていきたいと思います。はい、皆さん今日もよろしくお願いいたします。はい、今日やっていくのはですね、新武器が来てます。皆さん、ルーカス武器クレート、タンスナーですね。はい、威力がね、なんと威力がね、ちょっと待ってよ、この DL より高いんですよ。威力も高い、連射速度も高い、命中率が劣るだけ。これ見たらめっちゃ強くない？これ。ちょっとね、これ見た時にね、これ引きたいなと思いまして、はい。アークティックと比べても、やっぱりこの通り。まあ、連射速度落ちて、機動性もちょっと落ちるんですが、まあ、威力が抜群に抜けてるという感じですね。はい。これはね、めちゃくちゃ強いんじゃないかなと思って、引いていきたいと思います。はい、結構ね、僕あのスナイパー好きなんで、はい、そういう面も含めて引いていきたいと思います。はい、さあ、出るかな。まあちょっとやっていきましょう。はい、早く出ることに越したことはないので、しっかりとお願いします。頼む、出てくれ、もうすぐ出て。はい、RPD 頼む、来い。まだいける。お、来た、やばくないこれ、神引き来た、これ。ありがとうございます。いや、最高だ。これ絶対低評価つくやつだ。はい、出ました。ありえないな、これ。10連で出るのはさすがにちょっとありえないですね。はい。いや、ちょっと出すぎ。これやばい。やばいな、この引き。はい。ということで、引くことができました。はい。最高だな、これ。ということで、検証やっていきたいと思います。はい、よかったらそちらも最後までご視聴ください。はい、それでは今から検証の方をやっていきたいと思います。このローカスですね、新しいやつ。まあ、こんな感じ。はい、サイトはこんな感じですね。僕やっぱりこのノーマルのサイトってすごい難しいですね。はい、まあ本当に好みだと思います。うまく使えるようになりたいですね。はい、でワンショットワンキル、どの位置でできるのかをちょっと調べていきたいと思います。はい、まずは足からですね。足を打ちます。はい、こんな感じの減り方。やっぱさすがに足は無理かと。はい、ということで、次いきます。次はどこら辺がいいんだろう、これ。股間かな。股間いきます。股間もまあ同じぐらいか、足と股間が同じぐらい。はい、DL だったらなんかこの辺がワンショットらしいんだよね。なんで一発行ってみますか。ここ行きまーす。知らねえわ。同じだ。はい、股間とお腹一緒ということで、この装備のちょっと上、この辺行きまーす。はい、打ちますよ。これもダメだ。これもワンショットできないと。あれ、威力高いはずなんだけどな。じゃあ、この、英語。この辺かな？この辺打ちたいと思います。あ、ここワンキルだ。これはちょっと狭くねえか。威力高い割にはさ、すげえ攻めえじゃん。ちょっと待ってくれよ。あとは多分、この、今検証したとこから上は、全部、ワンショットキルの範囲になってる。ちょうどこっからか。この辺から上がワンキルだね。ワンショットワンキル。この下は、ちょっとね、ワンキルできない。これ DL の方が広いな。DL の方が広いっすね。はい、ちょっとね、DL 見ていきますか。多分 DL の方が広いと思うんだよな。さあ、DL の方を検証していきましょう。はい。さあ、ワンキル。ワンショットワンキルのね、どこがいいのかと。ちょっとね、これ一応装備拾っとくか。よし、行きまーす。じゃあ同じように、検証していきまーす。まず足。ああ、足の位置でも威力が違う。減り方が、そうだね、DL の方が低いね、やっぱりね。股間行きまーす。ほら。減り方が違う。なので、本当に威力は、あれの方が高いね。ルーカスの方が高いんですね。次、ワンショットワンキルのポイントだよね。
多分この辺、どうなんだ、この辺かな。今股間打ったからちょっと上、はい、これでワンショットでいけるというね、これが強いな、やっぱり。うん、 DL はね、これが強い。はい、そうだな。じゃあ多分ね、今の範囲で言うとここら辺だね。で、ルーカスがこの辺だったよね。ここよ、この差、この差でかくない？うん、ただし威力がまあ全然違かったよね。うん、その辺がちょっと違うかなというポイントですね。はい、あとは多分覗き込みも多分違うんだよね。ちょっとスピード見ていきますか。はい、こんな感じ。 DL がこれ、ちょっと比較画像出せたら出します。はい、これで、こっちがルーカス。早い、めちゃくちゃ早いこれ。あー、なるほどね、そこが違う。全然違う。だから、突砂するときは、ルーカスがいいと思う。うん。ただし、街で使う分は、DL の方が、間違いなく強い。待つときはね。うん。あ、でも、まあ、そうだな。まあ、威力は確かに、まあ、違う。ワンショット、ワンキルの距離がちょっと違うだけで。そうだね。そんな感じですね。ただ、覗き込みは明らかにね、明らかに早い。うん、全然違うな。はい、これはさすがに全然違う。はい、ということで、新武器。こんな感じでしたね。はい。まあ、なんか、うまく使えばすごく強いんじゃないですかね。うん。ただ威力表記がよくわからない。まあでも、確かに火力は違かったし、うん。そうだな。火力は違うけど、なぜかワンショットワンキルの位置が違うっていう。ちょっと謎なことが起きてますね。はい。うん。まあ、こんな感じで、僕の検証になりました。はい。次回はね、ちょっと実戦で使っていきたいと思います。はい。いや、これすごい楽しそう。うん。ちょっとタクスコつけて、ちょっと頑張ってやってみようかなと思います。はい。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。ぜひね、次回もやっていくんで、次回もぜひご覧ください。じゃあね、バイバーイ。